不動産業界で転職する？非公開求人もご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう。宅建ジョブエージェント。はい、ちょっとその知識甘いです。まさにですね、神質問でございます。最後終わる頃には超スッキリいたします。例外規定まで知識を読んでいないと見事に失点してしまう可能性があるんでございます。選択肢を読むときは何を聞いているのか、ここを集中して読み取ってください。田中女性たちの不動産大学日英規制の例外規定編ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信させていただくチャンネルでございます。暗記科目と言われている法令制限ですが、特にですね注意をしておいていただきたいのが例外規定です。例外規定というのはですね、試験問題にしやすいんですよ。そして引っ掛け問題にしやすい。ですから例外規定まで知識が及んでいないと見事に失点してしまう可能性があるんでございます。そんな中ですね、本試験で失点する人が出てきそうな重要な問題についてご質問いただきましたので、これはですね絶対に解説せねばと思いまして、今回取り上げさせていただくことにいたしました。まずはですね、これから2つの過去問をお出しさせていただきます。これをですね一回ちょっと落ち着いて解いてみてください。その上で今日のコメントをご紹介したいと思います。いきますよ、こちらです。平成18年問22、法第56条の2第1項の規定による日英規制の対象区域は、地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日英規制の対象区域として指定することができない。はい、どうでしょうか。答えは丸でございます。さあ、続いてもう一問いきますよ。商業地域内にある建築物は、法第56条2第1項に規定する日英規制の対象となることはない。はい、どうでしょうか。いきますよ。答えは×です。はい、あれってなった方いらっしゃいませんか。さあ、ここでコメントいきます。みこさん、ありがとうございます。何回読んでもどこが違っていて、なぜ答えが違うのかがわかりません。この2つの問題の回答が違うのはなぜなんでしょうか。ということでございます。はい、重要なご質問ありがとうございます。まさにですね、神質問でございます。すごくいいご質問ありがとうございます。ここからですね、しっかり解説していきますので、最後終わる頃には超スッキリいたします。いきますよ。この二つの問題、聞きたいことは同じです。ズバリ、商業地域に日英規制が適用されるかどうか、日陰規制が適用されるかどうか、これを聞いているんでございます。その上でですね、最初の問題では適用されないと言っているのに、次の選択肢では適用される可能性があるということは、どういうことなのか、結論が違いませんかっていうご質問なんでございます。皆さん、この違いわかりますでしょうか。今回ですね、この選択肢をご紹介した理由、それはこの知識自体ではなく、選択肢の聞き方に注意してほしいからっていうところもあるんです。まずですね、結論から言います。商業地域、工業地域、工業専用地域というのは、日陰規制の対象区域として指定することができません。これが原則です。そもそも日英規制、日陰規制とはですね、建築基準法の一つで、冬至の日、これはですね、12月22日頃ですね、これを基準として、全く日が当たらないことのないように建物の高さを制限する規制でございます。なんでこんな規制があるのかと言いますと、周囲のですね、日照を確保して、要するに日当たりを確保してですね、心地よい暮らしを阻害することを防ぐと、そういう目的のためにある規定なんでございます。ここはですね、売買の重要事項説明の時にもしっかり説明しますんで、わからないとは言ってる場合じゃない部分でございます。対してですね、商業地域、工業地域、工業専用地域というのは、日陰規制、日英規制という規制はございません。最初に出したですね、過去問の最後の部分よく見てください。いいですか？商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日陰規制の対象区域として指定することができない。はい、これはその通りでございます。規制区域として指定することはできません。なぜなら、商業地域とか工業地域、そして工業専用地域は指定ができないからでございます。ではですね、その上で次の問題いきますよ。商業地域内にある建築物は、法第56条に第1項に規定する日陰規制の対象となることはない。はい、ここ最後の部分よーく見てください。日英規制の対象となることはないっていうふうに聞いております。ここですね、超重要でございます。何が言いたいかわかりますでしょうか。商業地域は日英規制の対象区域として指定できませんが、日英規制を受けるケースはあり得るということでございます。だって指定できないのに日英規制受けるはずないじゃんって思いますよね。はい、ちょっとその知識甘いです。実は日英規制、日陰規制には例外規定があるんです。確かにですね、商業地域には日英規制が適用されません。ではですね、
こういう場合にどうなるかということをちょっと皆さん考えてみてください。こちらです。商業地域と第一種住居地域が隣接しているとします。まあこういうケースでよくありますよ。で、第一種住居地域には日英規制がかかっているので良好な住環境が守られています。ところがですね、境界線のすぐ向こう側の商業地域にですね、大きな建物の建築計画が持ち上がりました。シミュレーションをしてみたところ、その建物のせいで日陰規制、日英規制がある第一種住居地域の住居に影が落ちることが発覚しました。はい、この場合こっちはですね、商業地域なんだから日陰規制なんて関係ねえぜとか言ってですね、でっかい建物を建てていいと思いますでしょうか。はい、皆さん第一種住居地域に住んでる側だと思ってください。それじゃあですね、第一種住居地域の隅っこに住んでいる人怒りますよね。だって自分は日英規制効いている区域に住んでいるのに、そんな日陰になるなんて冗談じゃないって思いますよね。そうなんです。完全にですね、区域だけで区切って例外を一切認めないっていうやり方をやってしまうとですね、こういう問題が起こるんです。第一種住居地域の端っこに住んでいる人がですね、被害を受ける可能性があるんです。そこでこのようにですね、対象区域外の建築物であっても高さが10メーターを超え、当時日において対象区域内の土地に日陰を生じさせるものについては、対象区域内にある建築物、要するに対象区域内っていうのはですね、今回のケースですとこの第一種住居地域っていうことになるんですけども、対象区域内にある建築物とみなして日英規制が適用されるという例外規定を設けたんでございます。つまりこの2つ目の問題というのは、この知識を知っていますかっていう問題なんです。もう一度問題文読みますよ。商業地域内にある建築物は法第56条に第1項に規定する日英規制の対象となることはない。対象区域に指定されるかどうかじゃなくてですね、日英規制が適用される場合があり得るかどうかということを聞いているんです。ですからね、答えはあり得るんです。お分かりいただけましたでしょうか。商業地域がですね、日英規制の対象区域となることはありません。ですが商業地域内にある建築物でも高さが10メーターを超え、当時日に日英規制の対象区域内の土地にですね、一定時間以上日陰を生じさせるときには、日英規制の対象区域内にあるものとみなして日英規制が適用されるんでございます。今日私が一番言いたいこと、それは選択肢を読むときは何を聞いているのか、ここを集中して読み取ってくださいということです。対象区域になるか聞いているのか、それとも単に規制が及ぶかどうかを聞いているのか、適当に聞き流しているとですね、選択肢を読んでいると区別がつきません。特にですね、何々になることはないといったですね、全否定する選択肢については、何を聞いているのかも含めてですね、よーく慎重に読んで判断してください。これですね、同じような問題、過去問でですね、複数回出ていますので、この例外規定はですね、よく覚えておいてください。何よりですね、実務でもすごく重要です。こういう問題は他の選択肢も読んだ上で総合的に判断することをお勧めします。では関連する過去問ちょっといきますよ。平成21年問19、商業地域内にある建築物については法第56条の2第1項の規定による日英規制は適用されない。ただし当時日において日英規制の対象区域内の土地に日陰を生じさせる高さ10メーターを超える建築物についてはこの限りではない。はい、どうでしょうか。落ち着いて考えてください。いきますよ。答えは丸です。まさにその通りでございます。商業地域、工業地域、工業専用地域は日英規制の対象区域として指定することはできませんが、対象区域外の建築物であっても高さが10メーターを超え、当時日において対象区域内の土地に日陰を生じさせるものについては、対象区域内にある建築物とみなして日英規制が適用されます。覚えましょう。もう一問いきますよ。平成5年問23、日英規制は商業地域内においても適用される。はい、どうでしょうか。超シンプルな問題です。どう思いますか、この問題。これはですね、答えは×だったんでございます。これはですね、非常に判断難しいと思います。この選択肢は原則論を聞いているので、答えは×と、そういうことなんでございます。このあたりはですね、本試験の場合は、深く考えすぎるとですね、この選択肢丸なんじゃないかっていうふうに思っちゃう方もいるかもしれませんが、ここに関してはですね、念のため他の選択肢も全部読んで確認した上で、消去法なんかを使ってですね、最も妥当そうなものをですね、選んでいくと、そういう考え方で答えを選ぶというのもとっても大切です。ところでですね、皆さん先日私の動画の方でたこ焼きについてお話をさせていただきました。大阪のですね、たこ焼きで玉屋さんがとっても美味しかったというお話をさせていただいたんですけれども、まあ、たこ焼きといえばですね、まあ、最近私がすごくハマっているたこ焼きがあるんでございます。それはズバリですね、セブンイレブンのですね、冷凍たこ焼きでございます。こちらでございます。これ食べたことある方いらっしゃいますでしょうか。多分結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、これですね、最初に食べた時にびっくりしました。コンビニのたこ焼きもですね、このレベルまで到達したかと私は思いました。これですね、
ね、もう本当なんていうんですかね、普通あのコンビニとか冷凍食品のたこ焼きってチンするじゃないですか。でチンするたこ焼きって基本的にはチンをしますからふにゃっとなるじゃないですか。まあこれはしょうがないんですよ。まあそういうもんだというふうに思って食べてまして、でふにゃっとするとですね、ちょっと水分が抜けちゃってですね、まあそれと一緒に旨味も抜けちゃったりするようなこともあるんですけれども、これですねチンするとものすごく美味しくなるんです。びっくりしますね。これ味で言うと銀だこに近いですね。もう本当あのたこ焼きがですねチンで食べれるみたいな、それぐらいのですね勢いでございます。これは冷凍で食べれるたこ焼きの息を超えてますね。すごく中トロッとしてます。でも表面は結構しっかりとですねカリッとするような感じの雰囲気になります。このたこ焼きはですね本当におすすめでございます。もしも食べたことがないという方、ぜひ食べてみてください。これ本当に美味しいです。でおそらく食べたことがある方ですね、この動画を見ながらそうだそうだっていうふうに思ってくださってるんじゃないかなと思います。それぐらいですね外れがないぐらいこのたこ焼きすごく美味しいんでございます。ぜひ食べてみてください。試験勉強しながら夜小腹が空いた時なんかちょうどいいと思います。今日の動画が役に立ったという方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また明日。